どうも、ゆっくり霊夢です。ゆっくり魔理沙だぜ。今回はまず、第三陣営、チェーンシフターについて解説します。チェーンシフター、確か以前にも一度入ってたことあったけど、どんな役職だったっけ？チェーンシフターは、勝利することができません。つまりゲーム終了時にチェーンシフターだった人は、確定で負けます。うわ、そんなのどうすりゃいいんだよ。簡単です。誰かに押し付ければいいんです。チェーンシフターの能力、シフトを使用すると、会議終了後、対象と役職を入れ替えることができます。マジか、突然インポスターになったりもするのか。もちろん、交換していた新しい役職の勝利条件が、新たな勝利条件となるわけですね。誰と交換するのか、かなり重要になってくるな。当然、新しくなったチェーンシフターも、誰かと役職を入れ替えることができるので、こうやってどんどん移っていくわけですね。そして最後にチェーンシフターだった人は勝てないと、プレイヤー同士の押し付け合い、まさにババ抜きのババだな。チェーンシフターは、当事者以外にも大きな影響を与えるので、カオスな試合になりがちです。ということで、実際にチェーンシフターになったら何が起こるのか、チカーモの試合から、抜粋してお届けします。ミゾレモーン、ドラえもーんみたいに言うな。なんか役職ください、サイドキック。悪いけど今回は何も持ってないのだ。お得な情報あります。お得な情報。あ、ちょっと仮想通貨なら興味あるんで。あ、そうっすね、仮想通貨。ひな兄さんがいい情報持ってます。いや、なんで仮想通貨の話してるんだよ。だって普通に知りたいじゃん。でもまさかこの時私はこの中にチェーンシフターがいるなんて知らなかったのです。うわ、チェーンシフターになってる。気づかないうちにされるんだなこれ。青、青、赤、黄色。近くにひな兄さんいるから、声出しながらタスクやって白アピール中みたいだぜ。青、青、赤、黄色。どうする？ひな兄さんにやっちゃう？なんか追いかけてくる詩人がいっぽい、やっちゃおう。お、今のでできたかな？あとは今死んだら負け確定だから、とにかく死なないように頑張るんだぜ。怖い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 。みんな固まろう固まろう。ああ、死んでる。マジか、バナナ人材じゃなかったのか。てか誰やった今の。左上に、シフト対象はひな兄さんと出ているな。死んだ人と交換になるのか。今はまだ私がチェーンシフターだけど、次のターンからいなくなるわけね。ライムと黄色は自分弾けるよ。あと、緑もほぼ無理。なんでかっていうと、停電中だったけど、ライムと黄色はくるくる回ってるのが見えてて、その二人を残してメインの下側に行ってて、その前に緑ローズ白が行ってる感じだから。ヘビ頭は白でないっすか？ヘビ頭はねえ、一回先下行ったんだよ確か。終わりだ。一番最初に走ってるからヘビ頭は弾けなくて、緑は多分キルモーション入ってないから弾ける。じゃあ、ローズピンクか。メインにいて下に行ったのは事実なんで、疑われるならモーグサオさんと仲良く散りますよ。いや、じゃあ自分使用するとチェーンシフターなんですよね今。あ、じゃあどちらにせよ釣りで。いや、もう移しました。今違う誰かに移したんで、自分ではない。とりあえずローズ釣りで。違う違う違う、誰と交代したか。ピンクが交代した人言わなければ次釣ればいい話だから。ああ、言いますよ。次のターン、バナナとシフトしたことを使用して、バナナは殺されてるから白を主張したけど、信じてもらえず。まあ仕方ないな、死人に口なしだから誰も証明してくれないし。クルー視点、霊夢がインポスターのローズとシフトして、インポスターを奪ってる可能性も弾けないからな。粘ったけど釣られちゃいました。完全に容疑者1に巻き込まれちゃいましたね。バナナキルの犯人はローズ。霊夢にチェーンシフターを渡したのはミゾレモンだったな。ちなみに試合は、ジャッカル陣営が見事に漁夫って勝ちました。お、今度はインポスターか。ねえ、私ここにタスクないから一緒に行かない？ああ、ちょっと待ってください。ちょっと、これ終わったら。今回タスクの場所悪いな全部。エレキ行きたいな。あれっすよ。私インポスターっすよ。ひでえ。まあ、このゲームは騙し合いだし。なんなら私、嘘はついてませんからね。これカッコキルクール終わったら、キルしてあげますよって言いかけただけなんで。割とすぐに死体は見つかってしまったけど、に死体上がってるわね。この会議、自分も相方さんもそこまで疑われず、順調に人数減らせてるから、このまま行けばインポスター陣営勝てそうですね。で、チェーンシフターになってる。メテオさん、やられる前に霊夢に押し付けてたんだな。何よ、タスクがどうとか嘘だったの？
してやったと思ったら、こっちもしてやられてたわけだ。くそー、勝てそうだったのに。てか待てよ、これ私インポスター知ってるんだけど、元相棒だからな。それより早く誰かに押し付けなきゃ。停電で誰かわかんなかったけど、ボタン光ったから押したわ。あとはこのターン死なないように、さっきのように登り降り。あ。元相方の青がやったのか。紫は何？共犯者？これ、紫っすね。え、なすりつけてくんの？ああ、じゃあ青でいいや。せっかく黙っててあげようと思って通り過ぎたのに。そうっすね、まあ私が、したようですね。発見したんですよね。はい。黙っててあげようと思ったのに。結局どういうことっすか、グサオさん。イエモンさんっすね。ああ、裏切られんのか。まあいいや。裏切られる？紫も釣った方がいいっすか？紫は知らないっす。グサオさんがチェーンシフターで亡くなってるだけっすね。あ、そういうこと。ご名答。じゃあグサオさんとイエモンさんがインポスターで。チェーンシフターで、白くなってる？あ、そういうことか。なるほどね。初手のキルは茶色死んでるからライム弾けて。あ、自分っすよ。いや、2キル起きてるじゃん、だって。あ、自分っすよ。ああ、そうなんだ。いやー、気持ちいいなこれ。自白しても怒られない、釣られないっていう。いいっすねー。ごめんイエモンさん、本当にごめん。これは草だな。いやー、申し訳ないけど私は多分クルーになるんでね。それに私にチェーンシフター押し付けた黄色は、今インポスター。青釣ればインポスター全滅なので、黄色は勝ち目がなくなる。一応一矢報いれたわけだな。いやー、にしても恐ろしい役職だぜ。インポスター奪われた人は元相方が確実にわかってるから、こういう裏切りも発生するわけね。さようなら、元相方さん。やられた方は理不尽すぎるなこれ。紫はクルーだったので私もクルーになりましたが、結局この試合もジャッカルに漁振られて負けるっていうね。またかよ。やっぱりサイドキックジャッカルの潜伏は強いねー。にしても面白い試合だったな。うん、かなり複雑になっちゃうけど、いろんな面白い戦術とかも考えられそうだから、私は好きよ、チェーンシフター。ということで、いかがだったかな。チャンネル登録や高評価、よかったらよろしくね。それじゃあ私たちはこの辺で失礼するぜ。また他の動画で会おうな。バイバイ。皆さん、最後までご視聴、ありがとうございました。この動画を見てくれた方に、おすすめの動画を貼ってみたよ。ぜひぜひ、そちらの方もチェックしてみてね。チャンネル登録も、まだの方は画面上のアイコンからできるから、どうぞよろしくお願いしますなんだぜ。それじゃあ、また別の動画でお会いしましょう。まったねー。